オート GP は2010年より発足したフォーミュラカーによるレースカテゴリー。ローラビー05522009年までのユーロ3000。選手権が発展的に解消して誕生したカテゴリー。9ユーロ3000が F3000 規格の車を使って争われたのに対し、本シリーズは F3000 規格とは別個の車両レギュレーションとなっているのが大きな違いである。 ただ、中古車を有効活用している点は変わっておらず、9ユーロ3000が原則として2004年までの国際 F3000 用の車両、エンジンを用いていたのに対し、本シリーズでは2005年から2008年まで A1 グランプリで使用された車両、エンジンを使用している。ちなみに、両車とも、シャシーは、ローラ、エンジンは、在テック製という共通点がある。 初年度となる2010年はシリーズ全体の冠スポンサーにイタリアのオンラインポーカーサイトであるパーティプーカーイットが付き全6イベント12戦でシリーズが争われた各イベントにはそれぞれ20万ユーロの賞金が用意されており2レース合計結果の上位6名までに賞金が支給された近年では世界ツーリングカー選手権と閉催となりヨーロッパアフリカ アメリカの K7 イベント14戦が行われている。レースの参戦費用はパッケージ化されており、2012年時点のデータで GP2 が1億円台後半、フォーミュラルの3.5も1億円以上がフル参戦に必要だったのに対し、オート GP は5500万円で済んでいた。2015年シリーズは全7戦が予定されていたが、参加台数を増加させるために、 2014年まで同一写真を用いて開催されていた FA1 チャンピオンシップシリーズと統合されることとなった。しかし FA1 チャンピオンシップシリーズに参戦していたチームは全て撤退し2015年に FIA が発表した F1 のスーパーライセンス発給の指針となるポイントシステムにおいても当カテゴリーは対象外となったこともありエントリーは激減した。 当初開幕戦だった、モロッコ戦が中止になるなど厳しい状況に置かれ続け、第3戦、ポールリカールでの開催を前にはとうとう、エントリー現象に伴うシリーズの一時休止が発表された。これ以降再開はされず、自然消滅に至った。ありがとうございます。